こんにちは、小栗旬です。今日はもうここで切っていきます。今日はね、もう7時半ぐらいかな、朝ですね。明るくなったのでボールが見やすいと思います。顔の横でさっきからちらつかしてたんですけど、靴下を買いました。これ半額になってて、1000円近くするものが半額の500円ぐらいで買えたので買いました。3足入り、1個履いてる今、黒色。あとこの靴もね、買ったやつで今日行きたいと思います。